メフルダード・プーラー D はイランのサッカー選手、元イラン代表。ポジションは MF または DF で守備的ミッドフィールダーや左サイドバック、センターバックで出場することが多いが、元々はフォワードや攻撃的ミッドフィールダーであったため、これらのポジションやウィンガーとしても出場できるユーティリティープレイヤーである。なお、兵役免除賞を偽造したため、 イラン代表を追放された。ペーカーン FC の下部組織出身で2006年にトップチームに昇格。2007年8月にナーセル・ヘジャージー監督に見込まれてエステグラル FC に移籍。ファジュル・セパーシー FC 戦で得点を挙げたのがエステグラルでの唯一の得点となった。ヘジャージー監督が解任されフィールーズ・カリーミ監督になるとポジションを失い、 起用されなくなった。2009から10シーズンはトラークトゥールサーツイー FC に移籍。ここではセントラルミッドフィールダーとして起用され、1シーズンの在籍ながら6ゴールを挙げた。アザディスタジアムで行われたフルスエステグラル戦では40メートルの距離からフリーキックを決めた。2010年7月にメス・ケルマーン FC に移籍。主にミッドフィールダーとして起用されたが、 2011から12シーズンに監督に就任したミロスラブ・ブラジェビッチ監督からは構想外とされ2012年1月にペルセポリス FC にレンタル移籍したしかしリーグの移籍期限日に移籍が間に合わなかったためにリーグでの出場はできず登録が間に合った AFC チャンピオンズリーグ2012のみの要因になってしまった同大会では7試合に出場 あるシャバーブ、あるアラビークラブ戦では、フリーキックから得点を挙げた。その後、2年の契約で完全移籍した。エステグラルでは、主として、左サイドバックを務めたが、守備的ミッドフィールダーや、左ウィンガーとして起用されることもあった。そして彼のインテンシティの高さは、サポーターの気に入るところとなったばかりか、2014、フィファワールドカップでの活躍によって、 プレミアリーグ所属のサウサンプトン FC、ハルシティ AFC、スウォンジンシティ AFC といったクラブからも注目されるようになった。2014年9月17日にイランイスラム共和国サッカー連盟は徴兵による彼とペルセポリスの2014-15シーズンの契約に関する判決を言い渡し、この判決によって契約は無効とされ、したがって彼は無所属のみとなった。 無所属となった、彼は、ミゲル・アンヘル・ロキーナ監督率いるカタールのアルシャハニア、SC に2年契約で加入。2014年12月5日には同じく、イラン代表であるマスード・ショジャエにアシストを決めた。また、2014から15シーズンの終盤には35メートルの位置からのフリーキックを決めた。これらの活躍によって2シーズンの契約延長を掴んだ。 2017年6月にタイリーグのバンコクユナイテッド FC に移籍。2014年、モンテネグロ代表戦にて U-20 代表として AFC ユース選手権2006の3試合すべてに出場した。また、2005年には同じく U-20 代表でバレンティン・エーグラ・ナツキン記念国際ユース大会で5試合出場している。 U-23 代表としては2006年アジア競技大会に参加した。A 代表初出場は2011年7月カルロス・ケイロス監督のもと行われたマダガスカル代表戦であった。監督は左サイドバックとして出場させ、彼は代表レギュラーの左サイドバックとして地位を確立した。2014年6月1日には 2014FIFA。 ワールドカップに挑むイラン代表のメンバーが発表され、彼はこの中に含まれていた。彼は、初戦のナイジェリア代表戦で出場しただけでなく、この試合で素晴らしいパフォーマンスを見せ、国際サッカー連盟が初週のベストプレイヤーランキングで、トーマス・ミュラーに次いで2位、9.7ポイントを獲得した。第2戦のアルゼンチン代表戦でも、その校長は続き、リオネルメッシラの前で、 ドリブルで見せた。同年12月30日に発表された AFC アジアカップ2015の際もカルロス・ケイロス監督から招集された。年明けて1月23日に行われた同杯準々決勝イラク代表戦ではベンジャミン・ウィリアムス主審からレッドカードを提示されたがこのレッドカードは物議を醸した。その後、 平気免除症の偽造によってイラン代表を追放されたため代表最後の出場はレッドカードでの退場となった。ありがとうございます。